はあ、ああ、君、今騒音の苦情が入ってね、困るんだよね。勝手にやっちゃこれ警告だからね。もし抵抗するなら交番で住所と名前書いて一筆書いてもらうことになるから。いや、まだ何もやってないんですけど。そうなの？じゃあ君じゃないのかな。まあ苦情が入っちゃったからね、やっててもやってなくても帰ってくんねえかな。ね、でも聞きに来てくれてる人もいるから歌いたいんですけど、なんとかなりませんかね。なんとかって言ってもね、まあおまわりさんもね、好きで言ってるんじゃないんだよ。うん、あ、そうだな、じゃあ一曲だけなら。本当ですか、ありがとうございます。よし、じゃあ歌おう。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいて生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だ。手の糸はあなた。横の糸は私。織りなするのはいつかだ。知れない。なぜ生きてゆくのかを、迷った日の後のささくれ。転んだ日の後のささくれ。こんな糸が何になるの。心もとなくて震えてた風の中だ。手の糸はあなた。手の糸はあなた。横の糸は私。会うべき人に出会えることを。人は幸せと
呼びます。いや、よかったよ。思わずチャンネル登録しちゃったよ。ここから立夏の成り上がりストーリーが始まったのであった。次回立夏路上ライブでござる。立夏おまわりさんと飲みに行く。立夏お財布を忘れるの3本です。絶対見てくれよな。